思考実験シリーズ。今回は、心の哲学の代表的哲学者として知られるダニエル・デネットの AI についての思考実験を紹介するよ。人工知能か。ホットだね。この思考実験が出されたのは1984年だから、近年の機械学習やディープラーニングに基づく、第三世代の AI 研究がこの問題とどう関わるのかについても解説していくから、最後まで楽しみに見ていってね。昔々あるところに、AI 研究者の博士と博士が作ったロボットである R1 が暮らしていました。R1 の仕事は、自分の身を守ること。それだけでした。ある日、博士がロボットに言いました。そろそろ、バッテリーの寿命が尽きそうだね。予備のバッテリーを倉庫から持ってきなさい。ただし、倉庫には時限爆弾があるから注意しなさい。物騒だな。なんで爆弾が？わかりました。行ってきます。R1 が倉庫に到着すると、ワゴンの上にバッテリーが乗っており、その上には時限爆弾が乗っていました。R1 はワゴンを動かして、バッテリーを外に運び出しました。その瞬間。そうなるよね。R1 は事前に爆弾がバッテリーの上にあることは知っていました。しかし、ワゴンを引き出すことが爆弾を一緒に引き出すということであることには、思い至りませんでした。振り出しに戻ったが、解決策は明白だ。ロボットは、行為が意図した意味合いだけでなく、その副作用についての意味合いも認識しなければならない。つまり、安全にバッテリーを持ち出すためには、ワゴンを動かすということが、爆弾も共に移動させてしまうということを認識できるロボットを作る必要があるのです。数日後、新しいロボットが完成し、R1D1 と名付けられました。予備のバッテリーを倉庫から持ってきなさい。ただし、倉庫には時限爆弾があるから注意しなさい。わかりました。行ってきます。倉庫に到着すると、R1D1 は思考を始めました。まず、ワゴンを部屋から引き出しても部屋の壁の色は変わらない。そして、ワゴンを引けば車輪が回転する。そして、さらに、その瞬間、またか。R1D1 は、バッテリーを取り出す目的に関係のない条件を無限に計算し続けていたのでした。振り出しに戻ったが、解決策は明白だ。ロボットは、関連性のある意味合いと無関係な意味合いの違いを区別し、理解できなくてはいけない。そして、無関係なものを無視する必要がある。数日後、新しいロボットが完成し、R2D1 と名付けられました。予備のバッテリーを倉庫から持ってきなさい。ただし、倉庫には時限爆弾があるから注意しなさい。わかりました。行ってきます。倉庫に到着すると、R1D1 は思考を始めました。ロボットはまるでハムレットのように考え込んでいます。何をしている？何かしろ？してますよ。私は、無関係な帰結を探し出してそれを無視するのに忙しいんです。そんな帰結が何千とあるんです。私は、関係のない帰結を見つけると、すぐそれを無視しなければならないもののリストに載せて。その瞬間、R2D1 は、無視すべきものを、無限に計算し続けていたのでした。つまり、無視するというのは、無視する対象を選び続けているうちは実現できないのです。難しい問題だね。目的の達成のために、無視しなければいけないものを、意識し続けてしまうのか。このような人工知能が現実世界の中で、目的を遂行する上で直面する問題は、フレーム問題と呼ばれているよ。フレーム問題とは、限られた処理能力しかない人工知能は、現実に起こりうる無限の問題すべてに対処することができない、という問題だよ。フレーム問題は、1969年にジョン・マッカーシーとパトリック・ヘイズによって提起され、その後、この問題を解決しようと様々な研究者が議論してきた問題なんだ。ジョン・マッカーシーは、AI、人工知能という言葉自体を作った人としても有名だね。この思考実験は、哲学者のダニエル・デネットが、1984年に発表した、コグニティブ・ホイール人工知能のフレーム問題という論文の中で展開したんだけど、少しダニエル・デネットについて紹介すると、1942年3月28日生まれ、アメリカのタフツ大学の哲学教授だよ。認知科学者哲学者として、心の哲学、科学哲学、生物学の哲学などで活躍している。いろんな分野の研究をしているんだね。広い意味で言うと、私たちは何を知り得るのか、という認識論の分野で活躍している人だね。心の哲学では、心を科学的に説明するとはどういうことかといった問題や、心と体の因果関係をめぐる心身問題、自由意志は存在するのかの問題、
意識体験の質的な特徴、クオリアなど幅広いテーマを扱っている。同様に、科学哲学では、科学とは何を明らかにする営みなのか？生物学の哲学では、生物学は何を明らかにする学問かということが問題になるよ。科学を扱った哲学も面白そうだね。科学自体とは違うの？デネットは認知科学の研究自体にも携わっているけど、科学者は、実際に実験や観察を行って、仮説を立て、理論を実証するのに対し、哲学者は科学が明らかにできるものは何か、科学的知識とはどのようなものかという、学問そのものについて考えるのが仕事だね。実際は、科学者が科学哲学の研究をしている場合もあるから、境界線はそれほどはっきりしていない部分もあるけどね。さて、この思考実験に対して、ロボットにさせたかった行動とは何だったのか考えてみよう。爆弾は次元爆弾とあるから、振動では爆発しないと考えると。まず爆弾を、バッテリーの上から、床の上に移動させる。それからバッテリーの乗ったワゴンを外に運び出す。この二つの動作が必要だよね。ただ、この思考実験でロボットは、関連性のある意味合い、ワゴンの上のバッテリーの上に爆弾がある状態でワゴンを移動させると爆弾も一緒に移動する。と無関係な意味合い、壁の色、ワゴンの車輪の回転数、を区別するために、無意味な意味合いの洗い出しに無限の時間を使ってしまい、さらに、無意味な意味合い自体の無視に無限の時間を使ってしまっていた。ここで一つ着目したいのは、今回登場したロボットは、私たちが何かをするときに参照している、経験や経験から導き出された法則が欠けているという点だね。つまり常に、初めていろいろな条件を認識する状態なんだ。例えば、下にあるものを動かすと、その上に接しているものも動くということは、経験によって知ることができる。このことを象徴する話として、このロボットのネーミングなんだけど、デネットによれば R はロボット、D はデデュースつまり演液を意味している。このロボットの名前は演液ロボットという意味なんだ。つまり、ロボットがフレーム問題を解決するためには、あらかじめ与えられたプログラム、法則に従って動く演液の能力以外に、経験から法則を導く機能による能力が必要なんだ。なんだ某 SF 映画の有名なロボットをもじっただけじゃなかったんだね。こう考えてくると、そもそも人間自体は、フレーム問題に直面しないの？という疑問が湧いてくるけど、人間がどうフレーム問題を回避しているのかについては分かっていない部分が多いというのが実情らしい。ただ、実際私たちも、何か目的があっても、他のことが気になって、目的と関係ないことに時間を費やしてしまうという経験をするよね。ウプ主なら動画作成の準備を始めると、他の人の動画を見てリラックスしたくなるとかだね。うん。ただ経験的に、目的以外のことに時間を費やすと目的を達成できないという悪い結果が生じる。と知っているから、気晴らしを中断できるわけだよね。集中の持続とフレームの認知はちょっと違う問題かもしれないけど、作業中に他のものに注意が向いてしまうことはたびたびある。あながち人間もフレーム問題と無関係ではない気はするね。そして今回の場合のように、無限の時間が経過してしまうような処理が発生した場合、人間だと何かこの方法ではうまくいかないと感じて、他の方法を試すよね。そういう異常な処理の中止もロボットには求められるんだ。プログラミングなんかだと、無限ループが発生したら、試行回数が一定数を超えたら、別処理に移行させたりするよね。また、このようなフレーム問題は第一世代の AI では解決できなかったけれど、現在の機械学習とディープラーニングに基づく第三世代 AI なら回避できるのではという点も気になるよね。実際、教師なし学習を用いれば、フレームの絞り込みができる気もするけど、相当な試行回数が発生するし、自律的にフレーム問題を解決するのは、なかなか難しそうというのが現状だと思う。フレーム問題は、自動車の自動運転技術なんかにも、関わってきそうだよね。うん。自動運転の場合、車道以外の歩行者の情報も処理しなければいけないし、もらい事故のような外部的な要因で避けられない事故の可能性の処理といった問題もあるよね。さて、この論文はコグニティブホイール、つまり認知の車輪というタイトルだけど、この言葉にデネットは今後の AI 研究の方向性という意味を込めている。車輪の発明は、人類の移動を画期的に進歩させた。しかし、自然界に車輪を持った生物はいない。つまり、人工知能の実現は、人間と同じ仕組みの知能の実現だと捉えられがちだけど、人間の知能をモデルにしない、全く別の方法で実現されるかもしれない、と述べている。ちなみに、これは全く余談なんだけど、実は自然界の模写輪を持った生物はいるんだ。魚が、表皮に傷を負った時に、その傷を修復しようとするケラトサイトは、車輪上の体で移動を実現しているらしい。すごいね。こんな形しているんだ。とはいえ、少なくとも車輪を発明した当時に、私たちは生物をモデルにしていなかったのと同様に、人工知能にも、
生物をモデルにしない方法がありそうだよね。この議論を発展させたのが、強い AI と弱い AI をめぐる議論で、強い AI とは、人間と同じ知能を持った人工知能を目指す方法、つまりフレーム問題を解決できる知能の実現である一方、弱い AI とは、人間があらかじめフレーム、つまり、限定された条件を与えた上で、問題を解決する人工知能の実現を意味する。将棋とか、囲碁の AI なんかは弱い AI の研究だね。ただ、強い AI の実現を目指すことにも意味がある。例えば私たちが、問題に直面した際にどのようにフレームを限定して、回避や解決を行っているのかといった、認知科学的な知見を増やす方法の一つに人工知能との比較という方法があるからね。で、ネットの思考実験は、AI 研究が直面するフレーム問題をイメージしやすい形で伝えてくれると同時に、知性を実現するとはどういうことか?という認識論的な問いに新たな方向性を示してくれるものだったと言えるんじゃないかな。AI について考えると、哲学自体が扱ってきた人間の認識についての思考にも、また別の可能性が見えてくるんだね。そう考えるととても面白いテーマでもあるね。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。